こんばんは。みんなこんばんはだよ。今日はね、もう本当にちょっとだけなんですが、ちょっとだけ配信します。ちょっとだけでごめんね。ごめんね、ちょっとだけだけど、ね、こんばんは。ごめんね、本当にちょっとだけでごめんね。こんばんは。こんばんは、ゆみりんが11時15分頃お知らせします。本当にね、ちょっとだけでね、ごめんね、くしゃみでそう、寒い。はい。まずですね、今日配信をしたのは、はい、昨日配信でも言いましたが、私の、オフィシャルファンクラブが、開設されました。開設しました。今日からです。イエイ、入ったよーね。ありがとう、たくさん入ったよっていうコメントたくさんもらって嬉しい。ありがとう、すごい、みんなすぐ反応してくれて、てか私12時にツイートができたよよかった。そうだから、そう、みんなもドキドキしてたんじゃない。12時になって私がさ、その URL 貼れないかもとか言ってたからさ、どうやって探すのとか思ったかもしれないけど。デブニャンさん、シワンコさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと混じってデブニャンコって書きそうになっちゃった二人混じって、ありがとうございます。入りました。え、本当にありがとう、入ってくれて。そうなんです、もうコンテンツが上がってたりするので、よかったら、まだ入ってないよって方は私の公式 X と公式インスタストーリーに載ってるので、そう、ぜひぜひ。入ろうとしてるけど登録メールが届かない。あ、それもしかしたら、じゃあメールなんか間違えてるかもしれない。半角とか全角とか、ちょっともう一回よく読んでみてね、読んでみてね。あ、年間で、ありがとう。年間の方は、会員証が届きます。そうなんです、会員証が届きます。私が直筆で皆さんの名前を書けることになりました。イエーイ。本名、ニックネーム、え、多分本名になるんじゃないかな。滝野由美子さんとかだと由美子さんみたいな感じになるかも。かも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 。成広さん、ありがとうございます。逆にレア、そうだね、私でも、そう、みんなの文書くからね、書くからね、そう、楽しみ。あ、もちろん、そう、もちろんこの中のコンテンツは全て入ってる人しか見れないものなので、メールとかブログとか普段見てるみんななら分かってくれると思うけど、もちろん中に入ってるものは外に出しちゃダメだよ山さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。
うちうちの、そう、まあね、そう、一番みんなの身近なコンテンツになればと思ってます。あ、それでね、そう、多分ね、みんなデジタル会員証とかが初めてだったりもするのかな、わかんないんだけど、一応デジタル会員証もここから先有料の中のやつなので、その会員証の写真とかも実はみんなしか知らないんですよ。そうなの。だからデジタル会員証も見せたい気持ちは山、もうちょもらんまぐらいあるんですけど、そう、あれも一応中のものだと思っててほしいです。あ、ミエスクさん、トクリンさん、ありがとうございます。そう、もしね、本当に悪気なくっていうか、なんかわかんないよね、自分がもらったものだから、デジタル会員証って、そう、なんかどうだろうって思った方とかいると思うけど、そう、一応ね、そう、自分だけのものにしといてもらえたらです。そう、もしね、もう載せちゃってるよって方は、もしこれ聞いてくれてて、あの、あ、はっはっってなった方は、もう即消しも全然いいし、そう、そっとこれ見てる人ばっかりじゃないっていうのは全然わかってるから、その、そうでね、これ聞いててくれてたらぐらいで、そう、のぶさん、つねさん、ありがとうございます。そう、もちろん写真集のオフショットとかも今後いっぱい載せていく予定なので、一緒に楽しみにしてましょう。てか本当に嬉しい、なんか個人ファンクラブなんて初めて作るもんだからその作るもんだから、もうめっちゃドキドキだし、そう、いろんなコンテンツがあるから、し、なんかね、そうなの、めっちゃ楽しみだし、イベントとかもやりたいよね。え、やりたいよね、ファンクラブイベントとか本当にやりたいから、そう、楽しみにしてて。いつ入っても会員証もらえるの？そうだね、年会の方は、そうだね、わかんない、私が本当になんか一気に100万人入るぐらいなんかバーンってなったら、ちょっと直筆なのは最初の人たちだけとかになっちゃうかもしれないけど、そう、わかんない、今後のこと、今後一生何かがっていう保証は何もできないんだけど、そう、今、そう、今はそんな感じです。あ、画像追消ししてきました、ありがとね、ごめんね、私も先に入れてなかったから、逆にありがとう、わざわざありがとね。そう、彼デジタル会員証が一番入った証拠として SNS に上げやすいからね、そう、めっちゃわかるよ。そう、会員証も楽しみだよね、本当に。あ、そう、会員番号はないので、そう、でも逆にあと30分以内に入ると初日に入ったことになりますよ。なんかそれは自分の中で自分の中で、そうです。年会会員様と月額会員様がありまして、年会だとあの年会費を払う、年会費が 初年度だけかかるんですけど、そしたらね、そう、直筆で書いたお名前入りの実物のファンクラブ会員証が、え、私ファンクラブ会員証なんて夢だったの、
そう、番号、そうなんかもちろん番号があるっていうのも会員っぽくてめちゃくちゃなんかいいんだけど、そうそうなの。そう、年会費と入会金、入会金が初年度だけかかりますと、年会会員の方は、正式に入会なので、もちろん月額の方も正式にその月入会です。どちらも、あ、年会員の方はちょっとだけなんか年会費実はお得だったりかも。え、本当に楽しみだな。あ、みつきーさん、え、3冊もありがとうございます。みつきーさんありがとうございます。たしけんさん、マクレガーさん、まうさん、ありがとうございます。月額印刷、あ、見つけばがよかった。いや、確かに。そう、でも年会の方限定の、そう、私はだからもう未会員証ゲットしてほしいの。やっと買えた、ありがとう。そう、まあでも、そう、入会金もあるので、まあ実質プラマイゼロぐらいの気持ち、私は気持ちは常にそうありましょう。そう、え、本当に嬉しい嬉しいな。しかもみんなが入ったよって言ってくれてて嬉しい。マジで将来にわたって言われるだけ嬉しい。ほんとね、ほんとねってそう、このファンクラブはそう、今ももちろんあるし、 ST を卒業した後も続くものなので、もしその、ま、アイドルじゃなくなっても応援するよって方はこれからもよろしくお願いします。特に年会員になった方はもう自動的に1年間そう勝手にお世話になります。個人ファンクラブ入るの初めてです。ドキドキしちゃうね。ファンクラブってなんだろうね。ファンクラブイベントとかやりたいな。いろんなことができたらいいな。うん、本当によろしくお願いします。え、会員証もね、早くね書きたい、みんなの名前。そう、和彦0203さん、ありがとうございます。ありがとう。卒業後もファンでいる証があって嬉しい。嬉しい。私もみんながいっぱいチェックしてくれたら、なんか自分にはこんなにみんながついてると思えるって、嬉しい。あ、そして11月になりました。11月になりました。皆さん11月もよろしくお願いします。あ、なかちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、でね、私こんなに寒い言ってるけど、半袖の理由は、じゃん、今日はエヘティです。こちら復刻エヘティです。私が着てるのはこちらは、あさってグリアリの会場で、販売されます。
この私のプロデュースグッズでーす。今絶賛これを、そう、この絶賛全部入りグッズについてくる直筆カードをリハの合間とかにカキカキしてます。カキカキしてます。結構な数があったりなかったり、まあ、どうだろうな。数量限定です。はい、数量限定です。そう、グッズも数量限定です。そう、そしてTU の公式ツイッターでもグッズがいっぱいね、そのアクスタだったりとかいろいろ出てましたね。ちなみにこのグッズとは、グッズの列が違いますので、そう、それはそれが一番要注意だな。グッズラインナップが解禁となりましたみたいな。そう、え、てかすごくない？卒業記念ペンライト欲しいんだけど、これ一個ずつ全部欲しいな。ちょっと言おう。あと、え、すごくない？てかペンライトあるのすごくない？この5番、滝野陽子卒業記念ペンライトだって、やばない？え、ペンライト欲しい。あとは先行受付してたそのいろんなものもですし、そう、今回歴代センター曲印象アクリルスタンドっていうのが 1,2,3,4,5,6,7,6個あります。プラス、滝野陽子卒業記念アクリルスタンドがあります。そう、グッズたくさんで、こちらのグッズも、え、めっちゃ気になるし、こっちのグッズも気になるって方は、そう、グッズの販売場所が違うので、そこだけご注意くださいませ。多分隣とかだとは思うんだけど、列が違います。なので列が違うし、あとこの私がプロデュースしている方は現金のみの対応となっているので、この切符風のキーホルダーだったり、もうあんこちゃん激カワとヘッドマーク風のとかいろいろ入ってるステッカーだったり、この私のトートバッグだったりをチェックしたいなって思ってくれてる方はぜひ、そう、現金のみの、そう、対応になりますので、そう、普段カードとかペイしてる方は、そうだね、そう、お財布の中も気にしてみてください。そう、せっかく並んでたのになんか現金なくって現金なくって、そう、買えなかったとかなってほしくないから、そう、キャッシュのみ、そう、キャッシュのみです。こちらキャッシュのみです。要注意、要注意です。そしてこちらの全部入りセットはお一人様1セット限定です。はい、です。メッセージカード書いてます、私。だから書きたてほやほやです。書きたてほや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 、てか本当になんかファンクラブね作ろうって作るじゃん
でもさ、そのなんかみんなすごいチェックしてくれるのかなとかさ、なんかファンクラブ作って一人も入らなかったらとか思うじゃん。すごいみんな入ったよって、すごい、しかも結構すごい言ってくれてたよね。もちさんありがとうございます。そう、めっちゃ嬉しかった。リハの合間とかにみんなのリップとか見てた。入ったよとかいっぱい言ってくれて。会員番号はないよね。会員番号はないです。そうだから全然今入っても大丈夫だよ皆さん。ぜひ。あ、今登録してきた。本当にありがとう。会員証楽しみにしてて。いつ届くかな。私が、でも私がみんなの名前書かないといけないから、そう、ドキドキワクワクしてて。今日入れてよかった、ありがとう。名前は本名、ニックネーム、え、多分本名とかになるかな。本名かな、本名だと思う。本名の下の名前みんなどっちがいいの？もしさ、じゃあ本名ですってなるじゃん。ニックネーム NG、 本名ってなった場合にフルネームの本名がいい、それとも下の名前ひらがなとかがいい。下の名前ひらがなってか、私可愛くて好きなんだけど。どうなんだろう。そう、でもニックネームってさ、みんな多分入ってくれた人はわかるけどさ、なんか変更できちゃうんだよね。そう、デジタルだとさ、すぐさお名前さ、なんかね、反映できるけどさ、会員証ってな、本物の会員証ってなるとさ、もうその都度変えられないじゃない。そう、そうなの。下の名前ひらがな、フルネームがいいかな。下の名前ひらがなはレアでいい、いいな。下の名前呼び捨て下の名前ひらがなって可愛くない、可愛くないちょっと滝の由美子さんみたいな。そういう名前だったのってびっくりしない。あー、うん、分かんない。みんなの本名まで知れるのか。私は例えば滝野由美子さんじゃなくて、はい、由美子さんしか知らないかも。なんか基本そんなさ、みんなのさ、なんかどうなんだろう、まあそうだね。あ、昔のサイン会も本名だったよね。まあ、そうだよね。そうなんだよね。確かに。本名下の名前ひらがな
かな。そう、そのかで、あの本物の会員証はね、楽しみ。その会員証って使うときあるかな。あ、どうなんだろう。なんかファンクラブイベントって思ったけどさ、ファンクラブイベントで会員証を持ってくるとってさ、ファンクラブイベントってもう大体みんな会員証持ってるじゃんって思っちゃった。なんかね、でもなんかみんなに持ち歩いてほしい会員証。お財布とかに入れててほしい。私あのなんかクレジットカードとかキャッシュカードと一緒にあのファンクラブの会員カードお財布に入れててほしい。そう、ユイのファンという身分を証明するものだ。確かにそう、証明するものなので、あれだよ、みんなそうだ。あと運転免許証とかみたいに、そうあのね、運転免許証ってさ、運転するときに絶対持ってないといけないんでしょ。ってことはファンクラブ会員証はあれじゃない、もうすぐ出せるぐらいにさ、そう持ち歩いとかないとなんじゃない、なんじゃない。ね、そうじゃないですか。そうしてる証、そう本当に押してるのって言われた時にそう入って言う。免許証保険証ユミリン会員証三種の神器いいね。そう、ぜひ。ごめんね、お財布パンパンになっちゃうね、みんな。あ、12時過ぎたら、え、カナは誕生日なの？おめでとう。明日お祝いしなきゃ、それはお祝いしなきゃ。カナはお誕生日なんだね。うん、おめでとう。え、配信するのかな12時過ぎに。え、配信できない年齢かなうって。若いよね。そもそも今配信できない、そもそも10時とかで終わっちゃう子なの。あ、今知ってる。え、今できる、今できるんだ。そうなんだ。10時までしかできなさそう。できなさそう。ね。12時こうやって配信するの？おめでとう。おめでとうね。あ、会員登録完了しました。ありがとう、ありがとう、嬉しい、よろしくね。なんかみんな、私もさ、いろんな今いろいろあるけどさ、みんなもいろいろチェックしないとで大変だね。でもそう、いっぱい更新していきたいと思います。レオカジュンさん、
はるさん、嬉しい。今日配信してよかった。こんなに写真集もチェックしてくれて、そうファンクラブも今入ったよとか言ってくれてすごい嬉しいし、入った人の話とか聞けてよかった。入った人の話え、どうですか？てか動画とか見た？動画とか見たの？動画とかオフショットとかブログとか見たのみんな？見た？え、すごい。Q&A も全部読んだ。あ、すごい。説明まで読んでるの。さすがだわ。ありがとう。お風呂かわいい。ありがとう。こうすけさん。ありがとうございます。あ、すぎやんさん。3冊。ありがとうございます。すぎやんさん、すぎやんさん、すぎやんさん。ありがとうございます。あ、ショールームから写真集買えるの。そうなんですよ。で、今週限定で、今週、このショールームから予約するとこちらの絵柄の生写真がもらえます。必ず抽選で30名様には直筆のサインも入ってます。え、てか寒いけど見て、私そろそろ終わるかも、終わるかも。みんな、みんな、そうだよね、24時まで。ちょっと上羽織ります。私ごめんね。みんな見た？もう見たよね。 AT 見たよね。 AT みんな AT 見たよね。あ、ファンクラブ登録できました。ありがとう。10分、じゃああと10分配信しまっす。少しでもファンクラブのことをお伝えしたいのと、あと多分もうなかなか今週も配信ができるかわからないので、みんなに写真集もよろしくしたいので、何卒あと10分何卒よろしくお願いします。あ、ゆばさんありがとうございます。ありがとう、ありがとう。みんなよろしくお願いします。え、ちょっとすぐお風呂入ろう。これはあ、でも私お風呂入った子熱くなって寝れないやつだな。え、てか本当になんか私超寝落ちしそう。今日超寝落ちしそう。あったかくしてね。ありがとう。みんなもあったかくしてね。広島めっちゃ寒いです。みんな広島寒いです。あの AT を買う人着る人、あのAT1 枚だと
ちょっと凍えるかも。私が今その着てみて、あの AT 重ね着すればいいですか。まあ、それもいいと思います。そう、厚手の上着いる。でも上着は絶対いる。そう、AT1 枚だと寒いから絶対下になんか長袖とか、長袖 T シャツとか着て。そう、日中は25度。何、日中は暑いってこと。3日あったかいの。みんな3日あったかいそうです。3日あったかいそうです。でも夜寒い、夜絶対寒いから。25度じゃ日中とか言ってて、2部来る人は25度なんて思って来ないでください。もう夜は多分寒いよ。それなんか25度だしっていうのは、昼だけ来る人、昼だけ来る人は暖かいなって思っていいけど、昼夜で来る人はもうコンサート終わって、コンサートやったなって永遠に浸って、冷静になった時にめっちゃ寒いから。広島もう、そう、ちゃんと上着持ってきてね。サンセットサンライズさん、ありがとうございます。まるちゃんさん、あ、いっぱいありがとう。小木さん、ともともさん、ありがとうございます。10分、あの時終わらなくてよかった。10分延長してよかった。ありがとう、チェックしてくれて。そう、中に着るか。でも上着持ってきていいけど、上着持ってくると AT 見えないじゃん、コンサート中に。だからその下に着れるものを持ってきていいし、暑かったら脱いだらいいし、なんかの長袖とかね。そう、持ってくる分にはちょっと荷物多くなるかもしれないけど、その持ってくる分には荷物多くなるだけだから。そうね、寒すぎてコンサートに集中できないとか言うじゃないね。そう、まあでもコンサート中に寒すぎることはないと思う。お互いね、多分熱気あふれると思うので。あ、ハロウィンイベント2位もおめでとうね。ありがとう、ハロウィンイベント2位ありがとうございます。そう、昨日もありがとう、いっぱいコウモリ。本当にいる、あなたとあなたとあなたと、本当にありがとうございました。本当にたくさんありがとう。最後までずっとありがとう。本当に最後までずっとありがとうね。ありがとう。ね、本当にありがとう。あれですよ、なんかトマトジュースもらえるみたい。あとそのランキングとは別でポイントも達成しちゃってるので、そこでなんかいろいろもらえちゃいます。ありがとうございます。本当に楽しみ。待って、てかもう12時になっちゃうんだけど、やばいやばい。終わります。ファンクラブありがとう、そしてよろしく。写真集もありがとう。13位カメサニーさん、ありがとうございます。12位シャイニングウィンカーさん、ありがとうございます。11位ケイなんだろう、なんちゃらさん、ありがとうございます。10位ターボさん、ありがとうございます。
9位、ソケンさん、ありがとうございます。8位、ヒラさん、ありがとうございます。7位、ミンミンさん、ありがとうございます。6位、イランさん、ありがとうございます。5位、スランプくんさん、ありがとうございます。4位、シュワンコさん、ありがとうございます。3位、カサオキさん、ありがとうございます。2位、マクレガーさん、ありがとうございます。そして1位は、ヒゼムサマさん、ありがとうございます。そして、写真集も。39位、青い鳥さん、ありがとうございます。ありがとう。かな2回飛んだけどだな、うん、あ、なかちゃん、なかちゃんさん、ありがとうございます。これ2度目のやつか、ありがとう。はい、ということでショーファンクラブまた更新しますね。へへ、そう、あとお風呂入るね、ゆっくり。はい、本当にゆっくりやります。あとはちょっとまだ全部リセットのメッセージカードもあと少しカキカキするので、ぬくぬくカキカキします。本当にカキ、本当にそう、みんなも無理せず、無理せず頑張りましょうね、うん、でも大変だと思うけど頑張って、頑張ります。ありがとう。そう、みんなもグリアリで会いましょうね、楽しみ。え、本当に良かったてか、1日に解説できて良かった。それでは今日が終わります。あ、全然ね、入会まだの方もこれからできるよ、詳しくは見てください。はい、それでは今日も最後まで、あ、最後に購入だった KITT さん、ありがとうございます。それでは今日まで最後までありがとうございました。明日も一日頑張りぶり。それではおやすみなさい。おやすみ。